さあ、チャンピオンズカップの開幕です。中京競馬場1800m、アップダウンの激しいタフなコースでダート最高峰の戦いが始まります。さあ、最後は大外枠のスレイマン。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ、先行争い、何が花を切るんでしょうか。先手を取ったのは予想通り水戸の王、さらにはドゥラエレーデ、7番ウィルソンテソーロ、その後ろ先手を取ったのはレモンポップ、その後ろからはペーシャエス、ペプチドマイル、そのうちに続いています。すぐ隣にクラウンプライド、サンライズジパング、それに続きます。外にはスレイマン、内からグロリアムンディ、その外からガイアフォース、ここにつけたのがハギノアレグリアス、内を通ってミックファイヤー、ここに名称ハリオ、その後ろにアーテルアストレア、最後方にセラフィックコール、各馬砂陣を巻き上げ進んでいきます。では前の方から、11番水戸の王、一気に先頭に立ちました。さあ、先頭はまだ11番水戸の王、まだ粘っています。外を通ってレモンポップ、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。レモンポップ先頭、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭を行きます。レモンポップ、2馬身から3馬身のリード、ドゥラエレーデ懸命に追いすがります。あと 200m、 リードは2馬身、このまま押し切れるか。レモンポップ、2番手はウィルソンテソーロ、レモンポップゴールイン、2番手にはウィルソンテソーロ、勝ったのはレモンポップ、このレースを制したのはレモンポップ。さあ、チャンピオンズカップの開幕です。中京競馬場1800m、アップダウンの激しいタフなコースでダート最高峰の戦いが始まります。さあ、最後は大外枠のウィルソンテソーロ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはウィルソンテソーロ、ミックファイヤー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィルソンテソーロ花に立ちます。その後ろからはミックファイヤー、この馬も上がっていく構えです。アーテルアストレア、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはレモンポップ、すぐ後ろにミックファイヤー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。水戸の王、その前に進出ウィルソンテソーロ、それに続きます。青の帽子ペプチドマイル、その後ろ並んで13番スレイマン、少し間が空いてガイアフォース、クラウンプライド、そのうちに続いています。この位置にペーシャエス、その外にハギノアレグリアス、その後ろに名称ハリオ、ここにサンライズジパング、内からはグロリアムンディ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭はまだ9番レモンポップ。さあ、レモンポップ上がっていきました。水戸の王3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、いよいよ直線の攻防。レモンポップ先頭、2馬身から3馬身引き離す。ウィルソンテソーロ前に迫れるか。残り 200m、 レモンポップアドバンテージをキープ。後ろはどうか。クラウンプライド差を詰めにかかる。レモンポップ、レモンポップ、1着2着はクラウンプライド、レモンポップ見事このレースを制しました。さあ、チャンピオンズカップの開幕です。中京競馬場1800m、アップダウンの激しいタフなコースでダート最高峰の戦いが始まります。さあ、最後は大外枠の名称ハリオ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レモンポップ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはレモンポップ、2番手は水戸の王、さらにはスレイマン、6番ウィルソンテソーロ、その後ろ水戸の王、先手を取りました。少し離れてペプチドマイル続いています。内からはクラウンプライド、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ここにつけたのがドゥラエレーデ、この集団にペーシャエス、その後ろにサンライズジパング、ハギノアレグリアス、すぐ後ろミックファイヤー、この馬もこのグループ、外にはガイアフォース、その後ろに名称ハリオ、内を通ってグロリアムンディ、オレンジの帽子セラフィックコール、その後ろ最後方にアーテルアストレア、各馬砂煙の中をかけていきます。さあ、先頭は依然として2番水戸の王、まだ粘っています。レモンポップ、
ほとんど差がありません。スレイマン3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはレモンポップ、外から上がってきます。ウィルソンテソーロ残り 200m、 先頭をかわした。ウィルソンテソーロ、ルラエレーで食らいつく。先頭はウィルソンテソーロ、ウィルソンテソーロ1着、2着にはどうやらルラエレーで、3着はミックファイヤー、ウィルソンテソーロ、見事このレースを制しました。さあチャンピオンズカップの開幕です。中京競馬場 1800m、 アップダウンの激しいタフなコースでダート最高峰の戦いが始まります。さあ最後は大外枠のウィルソンテソーロ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ウィルソンテソーロ、これはいいスタートを切りました。ミックファイヤー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してペーシャ S、 花に立ちます。その後ろからはレモンポップ、この馬も上がっていく構えです。さらにはミトノオ、13番ミックファイヤー、その後ろレモンポップ、先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、大きく離れました。ドゥラエレーデ、この位置にペプチドマイル、そして大きく離れてクラウンプライド、この位置です。サンライズジパング、そのうちに続いています。ハギノアレグリアス、この馬もこのグループ、その外からウィルソンテソーロ、この集団にグロリアムンディ、外にはガイアフォース、その後ろに名将ハリュー、その後ろにスレイマン。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はレモンポップ、2番手はペプチドマイル、ペーシャ S、 3番手、後続集団も追い上げにかかります。レモンポップ先頭、さあ直線に入りました。これからの勝負、レモンポップ先頭です。しかし後続はすぐ後ろ、しのぎ切れるか。残り 200m、 外から一気に突き抜けるか。ペーシャ S、 ペーシャ S 先頭、サンライズジパング抜き去る。サンライズジパング、2着争いを制したのはペーシャ S、 サンライズジパング見事このレースを制しました。さあチャンピオンズカップの開幕です。中京競馬場 1800m、 アップダウンの激しいタフなコースでダート最高峰の戦いが始まります。さあ最後は大外枠の水戸の王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはクラウンプライド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくクラウンプライド行きました。続いて前へ行くのはドゥラエレーデ、さらには水戸の王、12番レモンポップ、その後ろ先手を取ったのはクラウンプライド、これに続いてスレイマン、ペーシャ S、 そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その後ろにウィルソンテソーロ、外にはペプチドマイル、この集団にガイアフォース、ビッグファイヤー、すぐ後ろ、その外にハギノアレグリアス、この位置にサンライズジパング、内からはグロリアムンディ、その後ろに名将ハリウ、その横にアーテルアストレア、しんがりからセラピックコール、各馬降りしきる雨の中を進んでいきます。この辺りで先頭が変わりました。レモンポップ、2番手はクラウンプライド、ドゥラエレーデ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。レモンポップ先頭、さあいよいよ直線の攻防、一番前にはレモンポップ、しかし後続も伸びてきた。レモンポップ先頭、残り 200m、 最後の追い比べ、先頭はペプチドマイル、アーテルアストレア差し切るか。ペプチドマイル先頭だ、ペプチドマイル、ペプチドマイル勝ちました。2着にアーテルアストレア、3着は名将ハリオ、ペプチドマイル見事このレースを制しました。